どうも、アキです。栄冠ナインやっていきましょう。はい、ということで、今回から WBC 高校4年目スタートしていきたいと思います。本当はこの企画は、初めて甲子園を優勝するまでに卒業してプロ入りしたメンバーでオールスターチームを作って、今回の WBC 日本代表を倒そうという企画だったんですが、まさかこんなに早く甲子園優勝できると思っていなかったので、現段階ではまだ9人プロ入りしていないんですよ。なので、ちょっと目標を目的を変えまして、初めて甲子園優勝するまでっていうところを、初めて甲子園春夏連覇するまでっていう風にね、変えたいなと思います。はい。まあ実際夏の甲子園に比べて春の甲子園はかなり優勝するのが難しいので、ここからね、また見応えある実況にね、していければいいなと思います。ではまず今シーズンのオーダーを確認していきましょう。オーダーこんな感じになりましたと。はい。1番ファースト平林。いやー、この平林が本当にね、この夏大会9番バッターとしてかなり活躍してくれたので、まあここからはね、1番バッターとして活躍を期待しましょう。はい。まあファーストなので守備肩補給はもうこれでほっとこうかなと思っています。まあ全部E にはいくと思いますね、ほっといても。なので、ここからはまあ走力を3つ上げて、基本的にはミート。で、いくばくかパワーも上げたいなと思ってます。パワーも D ぐらいまでは将来的には持っていきたいですかね。いや、盗塁 A でね、ここからバンバン、はい、走ってもらいましょう。まあチャンス E なんで本当に1番が似合うんじゃないでしょうか。はい。で、2番宮下。はい、でかした宮下ですね。夏の予選であのサヨナラホームラン打った宮下ですと。いやー、あそこでホームラン打ってなかったら甲子園の優勝も絶対なかったですからね。本当に素晴らしい選手だと思います。まあ今2番にしているのは、まあミートが結構高いので、まあ2番に持ってこようかなっていう感じですね。はい。で、ポジション気づいた方もいらっしゃると思うんですが、今年は宮下を外野に持っていこうと思います。というのもですね、この岡部がもともと威圧感を持っていて、まあ期待はしていたんですが、まあ能力はね、この片桐ほどは良くなかったので、まあさすがにセカンドのレギュラーは厳しいかなと思っていたんですが、この夏大会ですごいこの、宮下に代打志賀をしてそのままセカンドのポジションに岡部が入るっていうパターンがあってですね、かなり試合に出た結果能力がすごい上がったんですよね。なのでこれはもうセカンドを任せられるかなというところで岡部をセカンドにしたいと思います。いやー、本当に阿部比パワー比もすごいんですけど、威圧感がやっぱり一番ねすごい特能だと思うので、打者としても期待できますし、盗塁し、走れるセカンドにしたいですね。まあちょっと育て方を考えましょう。今したたかか、セカンドはね、守備 A まで持っていってもいいかななんて思うんで、とりあえずしたたかのまま置いとこうかな。はい。で、ごめんなさい、宮下ですね。で、3番が志賀。さっきちょっとお話が出ていましたが、この夏、本当に代打としてね、すごい、活躍をしていたので、ここは3番に持っていきたいと思います。確か合宿かなんかで降格がついて、まあ、ミートパワーもすでに C があると。はい。で、性格もごく普通。打率も4割。素晴らしいですね。で、これは、この選手もともとキャッチャーだったんですが、外野に転向させましたと。サブポジ適正はしっかり取っているので、ここからね、ちょっと守備と補給を上げてあげましょう。で、4番ショート、宮本。いやー、この宮本がね、ほんと夏大会素晴らしい活躍でしたと。はい。まあ、本当にミートでも打てますし、パワーヒ持ってるので、長打も狙えると、強振で。で、守備、肩、補給もしっかりもう上がっていて、走力も72まで持ってきています。まあ、4番なのでもうバントはしないんですけど、まあ、特能もほんとバント職人はじめ、めちゃめちゃ持っていますと。まあ、本当に宮本はね、ケースによっては、ミート打ち、強振打ち、使い分けてね、やっていきましょう。で、ここからはパワーを上げていきます。で、5番塚本。はい、この選手もずっとレギュラーだったんですが、まあ、プルヒッター持っていて、パワー型で育てているので、まあ、5番ぐらいがいいかなと思います。まあ、ミートも C まではね、少なくとも持っていきたいですね。走力は、盗塁がいいなので、あんまり上げないと。まあ、サード、肩、守備、補給をちょっと上げようかな。ただまあ、走力ももちろんね、守備に関わってはくるので、もうちょっと上げたいですね。ただ、走力が、より、守備範囲に、影響しやすいのが外野。ファースト、サードはそこまで影響しないので、まあ、いいあれば大丈夫かな。もう上げなくてもいいかもしれないですね。はい。で、6番、片桐。いや、片桐はね、もともとの能力がすごかったので、もうこれセンターとしてね、使っていきたいと思います。性格は？クールか。なるほど。まあ、クールのまま置いとくか、とりあえず。そうっすね、走力もそれなりにあるし、ミートあげようかな、次。OK。で、さっき言ってた岡部が7番セカンド。で、最後8番にキャッチャー、里崎。肩、守備、補給はもう大体上がってますね。まあ、里崎に関しては、打てるね、捕手に仕上げていきたいと。
まあただやっぱキャッチャーなんでまずは守備能力からかなと思うんですけど、まあ秋大会に向けてはもういいか。特能がバント満塁逆境ハイボール、ごく普通。パワーあげよう、パワーあげよう里崎は。オッケー。まあ里崎2番っていうのも考えたんですよね、バントまで持ってるっていうところだけで。ただやっぱ2番はね、強打の方がいいというか、まあ本当にこの夏大会2番バッターの大切さを宮本がすごい教えてくれたんで、まあ信頼度も高いし能力も高い宮下の方がいいかなと思います。2番って本当に大切。まあ最近プロ野球でね、2番強打者説、まあ2番強打者っていうのがすごい流行ってますが、なんかすごい分かりました。川端慎吾を2番に送りいうところがね、すごい分かったかなと思います。はい。で最後ピッチャーですね。この台はね、ピッチャーが本当に辛かった。まあずっと見てくださってる方はご存知だと思うんですけど、この辻田と篠田が入部してきた時の能力がひどくてですね、まあただこの甲子園出してなんとかねまだ上げてきてはいるので、はい、まあ辻田をとりあえずエース枠に持ってこようかなと思います。140キロで44、コンスタも DD にはなっていると。篠田は133キロしかありませんということで、まあ辻田ですね。はい。で夏大会はできれば菅沼エースにしてもいいかなと思います。ただ現状ではやっぱ変化量と球速が辻田と比べて低すぎるので、まあ信頼度ももちろん2年生の方が高いっていうのを考えると、さすがに菅沼では厳しいと思います、先発なので。まあスタミナここで1回全員止めるので、辻田がエースで抑えが篠田で中に2枚かませる。戸田と菅沼は結構もともとね能力それなりに高かったので、特に菅沼ですね。まあ、この2枚をかませて本当に4人で投げ抜くという形で秋大会はなんとか戦っていきたいなと思います。なので代打とか結構出すんですよ、ピッチャーに。という点で代打の選手はこの2枚、神保と安井をこっから全力で代打として育てますが、神保能力低く安井、この2人まあ総力上げてたんですよね今まで。まあ仕方ない。ここが代打で、この小西がダイソーですね。総力 C、 盗塁 C、 もうこの秋大会からダイソーとして全然活躍すると思います。この3枚は代打ダイソーとしてしっかり活躍してもらいましょうという感じでね、やっていきたいと思います。で性格を変えたいのが、まあ今確か宮本ミートにしてたんで、9月になる前に宮本を何かに変える。片桐は僕普通、塚本か大丈夫。片桐もクールを生かしてミートあげる。岡部はしたたか、まあのままでいいな僕普通。宮下はクールのままでいいな、まだお調子者。うん、そうですね、平林はお調子者のままでいいかな。カードが美味しいですからね、カード的に美味しいので。いや変えてもいいけどな、打ち気になるかもしれないし。そうですね。で小西はごく普通、この二人はやんちゃ。辻田は熱血感、菅沼も熱血感、したたか、うん、あんまりアイテムもないので、まあとりあえずそうですね、宮本だけ変えると。宮本と平林だけ変えようかな。 OK 行きましょう。平林が、S になったら変えようかなという感じですね。で、体力はみんなある。OK、行きましょう。で、まあね、毎回言ってるんですが、とりあえず、年が変わったところは、しっかりこうやって説明して、まあそこからね、新たに見始めていただいても大丈夫という形にしたいので、しっかり今回ね、説明させていただきましたと。で、まあ結構悩んだんですよね、実際この実況どうしようかなと。悩んだんですけど、まあ、やっぱ9人プロ入りしていないっていうのよりもですね、もっと大きかったのが、やっぱりこんだけね、高評価とかもらってて楽しんでもらってる実況を、さすがにここでやめるわけにはいかないなと、まあ、いうのがありましたので、ちょっと続けていこうかなと思います。なので今後も WBC 高校楽しみですという方は、ぜひともね、グッドボタン、毎回ね、押していっていただければ、まあ、これはね、WBC というか栄冠9実況だけではないんですけど、楽しいと思う動画にはぜひぜひグッドボタン、押していっていただければですね、こういう打ち切りにしようかどうしようかっていう考えた時に、判断材料にさせていただきますので、よろしくお願いいたしますという感じです。いきましょう。さあそして今名門校なんで、いやーこれはね頑張りたい、なんとか。まあピッチャーがほんと不安なんですけどね、うん、なんとか秋大会頑張りたいですね。篠田か、篠田な。オッケー。でちょっとテンションとかも上げていきたいな。オッケー。さあ行きましょう。
ということで、ですね、辻田、みんなスタミナアップにしてたんですよね、ピッチャー。オッケーオッケー、もうスタミナもみんなだいぶ良くなった。やっぱ菅沼がすごいよく見えるんですよね。でもこれさすがに秋大会は危ない。3-2 ですからね、まだ。変化量が。そこを考えると危なさすぎますね。変化磨くもちょっとやりたいんですけど、これは、この大会に向けて、まあ熱血感っていうのもあるし、急速にしようかな。辻田、篠田。篠田は、そうですね、君も球速140はないと怖いですね。で、戸田が今5-2か。5-2。ここも球速ですね。これ2人とも球速にしましょう。オッケー。で、志賀。志賀が外野になりましたと、補給が低いですね。まあ、守備補給を上げましょう。はい。里崎。これはミートアップ。いや、パワーアップだな。さっき言ってましたが、パワーアップですね。はい。平林。そうだな、平林。ミートアップ。お調子者のままミートアップにしとこう。で、総力は、未だ上がりやすいと。S にな、これで S になるでしょ。OK。宮下。外野。サブポジを取りましょう。外野。間に合ってね、秋大会までに。あんまりね、僕、変えまくるのは好きじゃないんですよ。ポジションを変えまくるのは好きじゃないんですけど、例えば、平林とか足が速いので、ファーストよりは外野の方がいいんですけど、じゃあこの平林を外野にして、志賀を今度ファーストにしてってやると、要は、その分もったいないじゃないですか。今の練習レベルとかだと、サブポジしっかり取るのに多分1ヶ月半以上かかるので、まあ総合的に考えるとすごいもったいないので、基本は最低限。ただ宮下はね、もともと外野持ってたんで、そういう点で良かったですね。はい。岡部、さすがに補給が低いです、補給。塚本は、お、総力、E になりましたね。塚本どうしようか。まあ、5番だからな、パワー A にまずするっていうのは面白いですね。で、宮本はパワーですね。片桐、センター。クール、ミートでいいですね。左打ちなんですよね、この人が。いやー、ロマンある。片桐はロマンある。はい。安い。これが代打ですね。まあ、熱血感なんでパワーアップでいいかな。神保もパワーアップ。で、小西はダイソーなんで総力アップと。で、ここで宮本に性格転向の本を使いましょう。さあ、OK。データ、アイテム。性格、性格。自分探しの本ですね。もうあと6個しかないや。宮本。ふっ。お調子。お調子。違うな。オッケーオッケー、熱血感ナイス。これでパワーが上がりやすくなったと。ナイス。で、なんか使う？いや、まだ早いっすね。まだ使わないな。使うならピッチャーなんですよね。1,2,3,4,5。野菜に行けるな。感染からの総合練習5で行こう。よし、ナイス。平林の信頼度。これは結構いいぞ。よし、練習指示持っとこう。やっぱ名門はカードが多いんでいいですね。名門はほんとやりやすい。素晴らしい。ピッチャーがな、弱いと怖いんすよね。大丈夫かな、これ。あのアイドルはテンションでもいいですね、全然。てか、アイドル両、おっしゃ！よっしゃ！里崎肩5アップはめっちゃでかい。これで B まで来た、1年なのに。これはでかい。やっぱ野菜とかってこれがたまに引けるんでロマンあるんですよね。行きましょう。前評判 B、 ちょっと待ってくれ。いや、ここで前評判 B 来る。やばくない？さすがに。前評判 B は。いや、前評判 B はさすがにやばいよ、いきなり。ここって大体 E とか D しか来ないイメージあるんですけどね。いや、さすがにちょっとやばいな。いや、でももう仕方ないよな、飽きちゃったもんは。全力で行くしかないっすね。うわ、ピッチャーがやばい。野手はまだね、なんとかなるんですよ、これ。野手はなんとかなるレベルなんですけど、とにかくね、この台のピッチャーがもともと良くなかったっていうところでね、そこが怖いですね。はい。まあもうお褒め全力で使います。ここも使っとこう。宮本絶対使おう。もうここも使うか。怖いから。もう全員多分投げさせるな。もうほんと本気だ。行きましょう。
いやもう仕方ない、全力でいきましょう、全力で。でももう最近の僕の戦術が間違いなくハマったというか良かった結果、ああやって甲子園優勝できたと思うんで、よし、なんとかギリギリ限界まで宮下来た、ダイヤの守備範囲、もうあれを信じます、今までの作戦を信じます、行きましょう。まあこれは間違いなく宮本ですね。この狭い球場だったら全然ホームランも打てます。うわ、辻田の調子が悪いってなると、これは全然あるんですよね。じゃあ戸田で行こうかみたいな。でも全然辻田の方が強いっていうのはある。でもまあこれは調子を信じて戸田で行くか。じゃあこういう使い方でしょうね、おそらく今年は。うん、行きますか、行きましょう、もう全力で行くしかない。試合開始、いや怖い怖いけど、もう戻れないしな、どっちにしても。もうやれること全部やってるし、これ以上はないんだよな。さあ行きましょう。まあ今シーズンはこうやって本当に4人で調子がいい人をピッチャーエース枠というか先発にして、でまあスタミナはねちょっといつもよりは抑えめでどんどん変えていくと。はい、軍戦法で、まあスタミナを上げる分、そしたらね球速コントロール変化量を上げられるんで、一応総合戦力 C だけど、この C ってめっちゃ強いんですよ。何かっていうと意外性だけないんで、要は無駄に特能を持ってる人が少ない、だから基礎能力はすごい高いっていうチームで、ちょっと怖いですね。行きましょう。雨降ってますね、ピッチャー怖いな。うん、やっぱ強いですね、その通り。やっぱり基礎能力が高めだなっていう印象がありますね。これ強っ、こいつ。ちょっと、まピッチャーおかしいやん、いや絶対おかしいやん、このピッチャー。総合戦力 C のチームじゃない、こんなの。甲子園ずっと総合戦力 A の相手と戦ってましたけど、これくらいだったよ。いやこんな強くなかったよ、下手したらチームによっては。お前どうした。いやいやいや、サブポジつけろよって思いますよね、大体に。行きましょう。さあ、戸田頑張ってくれよ、戸田。さあ、この場面。で、キャッチャーの肩は B ぐらいでしたね。B70、ただ送球は E。で、ピッチャーのクイックは D153 キロ。まあ、平林だけ唯一走れるかなっていう感じはありますが、他は無理。ということで、ここはもう間違いなく、はい、思いっきり、強振で打ってもらいましょう。流し打ち。これはもう追い込まれても強振でいいかな。オッケーオッケー、よし、先生大きい、先生大きい、先生大きい。さすが宮本、あー渋い打球を打つんですよね。3点取った、ナイス。さあ宮本、まあ、ここはですねカードが高いので、いくら広角打法持ってても引っ張りがいいです。2アウトなので追い込まれても強振で、まあ長打を期待しましょう。おっしゃ、宮本、いやいや、宮本、これ、最終的にとんでもない成績残しそうだけどな。まあ、この更新期間中は、ミート上げたんですけど、それまでは一切、打撃能力上げずに、ずーっとあれだったんで、守備、肩、補給ばっかり上げてたんで、あと走力か。こっから打撃能力上げていくんで、これ、宮本は相当いい成績残しそうですね。で、戸田がそろそろもう厳しくなります。ということで、カードだけ使ってあげて、もうこのイニングで終わりぐらいのイメージです。はい。まあ、ただ年齢でスタミナ上げるっていうのはあるんですけど、ないな、ないないない。なぜなら戸田は2年なんで、これ下ろしたら2年の年齢が使えるんで、ここはもう戸田カードを使ってこのイニングだけ投げる。めっちゃ球遅いんで、これは変化中心ですね。リリース緩急持ってるんで、こいつは絶対変化中心だ。で、1球内角でストライク取れれば OK。で、あとは緩急で任せよう。頼むよ。あ、そういえば秋監督の顔作ってなかった、今年から作るって言って、次回作っておきます。行きましょう。さあ宮本、1点取られましたね。ただなので次もし自分が操作してる時に打順が回ってきたら、どっか代打出しますと。この辺、ただ代打っつってもそんないい能力はしてないんだけどね、まだ。まあ、残念、これ結構悩ましいな。追い込まれたらミート打ちにしよう。抜けろ、よしよし、オッケーオッケー。ヒットでしょ、これはヒットでしょ。おし、で宮本は全然盗塁もできます。おー、里崎チャンス C だよね。あんま意味ないですけど、ファイト使うか。ヒットエンドランかけるっていうの全然あるな。ツアウトか、ツアウトか。うーん、これはな、
まあミート打ちにかけるか、いや追い込まれるまでは強振にするか、やっぱり追い込まれるまでは結構自由に打たせるスタイルなんで僕は。よし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 、オッケー。どうだ、秋監督マジック、秋監督マジックよこれが。 This is 秋監督。さあ戸田代打、これは絶対代打出しますけど、いやでも待ってよ、絶好調、あでも弾道1か、代打ですね。まあこういう戦い方をやっていきます、今年は。はい、よろしくお願いします。いきましょう。絶好調だから本当今のは考えどころですけどね、結構これはもうパワー上がってるんで強振のまま行こう。弾道が2だったらそのまま行くかな。成功、大打策、大打策成功で、ダイソー出します。 OK で、平林ですよ。お祭りはまだ早いな。これも追い込まれるまでは強振で引っ張りいこう。よーし、オッケーオッケー。え、負けると思ったけど、これ強いぞ。で、ピッチャーも今のところ1失点ですからね。相手結構打線良かったっすよね、見た感じ。去年はこれくらいの能力の相手に負けちゃったんですよね、秋大会3回戦かな。で、負けたんですよね。で、でかした宮下と。でかした宮下と。君は引っ張りでホームラン打った過去があるからね、この球場で。まあ、追い込まれたら、ミート流し打ち。ああミスター、平林なんで1球目盗塁だったわ。オッケー、ただヒットエンドランがこれでできたからよしとしよう。あ、そうだ、たまにツーアウトでヒットエンドランかけたら、いや、ツーアウトでヒットエンドランする意味ないでしょっていうコメントがあるんですけど、意味ありますよ。まあ、今はね、平林3塁まで行けなかったんですけど、あれがね、3塁まで行けることがあるんで、こう、1、2塁か、1、3塁かは結構大きいなと思います。まあもちろんね、ワンアウトとかの方が効果的だとは僕も思うんですけど。よし、これは、もうこれにかけよう。広角流し、強振。おー、これこれこれ、この打球、この打球。スタンドに入りました、ファール。オッケー。これはファーストの真正面。オッケー。一塁踏んでアウト。ナイス。スリーアウトチェンジ。で、次、だから、やっぱ、抑え枠は篠田を持っていきたいというか、2年を持っていきたいですね。あ、辻田か。あ、2年は辻田だよね。はい。篠田は？あれ？篠田2年か。あ、ちょっと待って。ミスった！あ、ミスってはないけど、僕ミスってました。あの、先発させたピッチャー、2年だと思ってました。あれ、1年生ピッチャーだったのか。あー、で、これだけ抑えられてるのか。やっぱ、調子って大切ですね。やっぱ調子がいいやつを1年でも先発にするか。篠田が2年なのか。じゃあまず菅沼から行こう。ほわー、よく投げたな。じゃああいつ、あいつ2年だと思ってたわ。で、これ右左右左といるのか。いいっすね。あ、しかもこの回抑えたら勝ちじゃん。っていうね。っていうね。あ、マジかマジか、いいっすね、いいですねこれ。強いじゃん、じゃあこのチーム。あ、守備に気合だけ入れときましょうか。ショート宮本は安心して見える。え、マジか、あいつ1年だったのか。勝手に2年だと思ってた。めっちゃ強いぞこのチーム。めっちゃ強いぞ、やばいぞこれ。おー、じゃあ辻田が6回1失点にまとめたというわけですね、このゲームは。すなわち、ちょっと岡部補給が低いんで怖いですね、まだ。まあでも甲子園でもしっかり守ってたんで大丈夫でしょう。で、一応1点差で怖いので、私が片切り、まあ大丈夫か。辻田に変えて辛抱も出しとこう。でかした宮下か片切りか、片切りに変えて宮下センターで OK。まあ全員出しましょう、さすがにここは。なぜならスタミナ上げられるんで大丈夫でしょ。 OK で、しっかり熱血で9番バッター抑えよう。こいつがめっちゃ能力低い人だったんでさすがに打たれない。よし、あるぞ、春夏連覇するぞこの台。よっしゃ、もうそんな、もうそこで終わっちゃうからとか考えずに僕はもう全力で勝ちに行きます。まあそうじゃない、そうじゃないと面白くないですね。え、
いいっすね。いいですね。ちょっとテンション上がりました。これはさすがに。戸田の活躍に。戸田か。ちょ、名前がまだ、ピッチャー陣の名前が全然覚えられない。菅沼しか覚えてない、まだ。一番期待してるのは菅沼ですと。戸田が1年の左投げ。サブポジ外野がある人。だから戸田なんかは将来的にはいいですよね。下げるとき外野に持っていくっていうのもできるし。で、辻田、篠田という2年ピッチャー。ちょっとピッチャーだけ覚えとこう、今回。今回も全員投げましたと。まあ、これが、なので、まあ、なので、もし、今回みたいに辻田が先発する場合は、まあ、5回、6回ぐらいでこうやって下ろして、まあ、1イニング、2イニングぐらい次、菅沼が投げて、戸田、篠田で抑えていくと、最後2イニングぐらいをね、締めていくと。で、最後にやっぱ2年生を持ってきたいのはですね、途中で投げさせたピッチャーって勝手にコンピューターが変えるんですよ。また代打とか出して。なのでやっぱ最後に残すのは2年生というか、まあ能力が高いピッチャーを残した方がいいかなと思っています。はい。戸田マジか。すげえな、戸田。あの戦力相手にそのピッチングは素晴らしい。じゃあ菅沼も意外といけるかな。あ、でも戸田の方が変化量がかなりいいですね。もともとそうか、高速スライダー5だったのがこいつ。変化量は7ある。こっちは5しかない。まあ、その辺でしょうね。ただ低め持ってるんですよね。いや、楽しみですね。これまた次回もちょっと楽しみになってきましたね。オッケー。次回の前評判は？もうちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。何？え、どうしたの？どうしたの？これ。なんかいじめられてる気がする。ということで次回ね、全力でまた頑張っていきたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ということでね、 WBC 高校4年目も応援してますという方はぜひともグッドボタン押していってください。いや、ぜひそして応援してください、次回ね。いや、でもまあなんとかいけると思う。なんとか頑張りましょう。なんとか食らいつけるように頑張りたいと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。